皆さんどうも、ドイシーさんです。今日やるゲームはこちら、デーティール。なんだよその言い方は。次はどんな敵が出てくるかな。そろそろ最強の敵おしり丸が出てきてもいいと思うんだけどな。おしり丸なんて敵出てこないよ。出てきたとしても絶対雑魚敵でしょ。連絡がしょっちゅう来ちゃって厄介だな。どうせ漢字で書かれてるから読まないしな。あれ真っ黒だ。電気代払うのを忘れてるのかな。そんなんじゃないでしょう。こういう仕掛けなんでしょう。頭スネオがなんか言ってんな。頭スネオみたいに3つ尖ってるけどね。あ、明るくなった。急に明るくなった。そしてロボットがいるよ。前戦ったロボットがいるよ。何が始まるってんだよ。なんか言ってるけど読むのめんどくさいな。これくらい読みなさいよ。そんなこと言ってる先生は空気読みなさいよ。え、いつの間にか空気読めてなかったの。空気読めないどころかひらがなも読めない。そんなんじゃ先生できてない。とりあえずもう何言ってかわかんないからスキップスキップスキップ。ようやく動かせるようになったよ。何をすればいいのかわからない。わからないけどもね。文章読めないからじゃないの。大丈夫。大丈夫。おならがブー。適当にやってっていけるでしょ。こんないい加減で大丈夫かな。なんか始まったみたいだ。なんだなんだなんだ、箱からなんか出てきた。これはどう見ても爆弾なんじゃないの。これで爆発したらメッシュマ。メッシュマじゃないから最悪でしょうが。このまま爆発しちゃうよ。どうしよう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 。他の部分も見てみようっつってるよ。なんじゃなんじゃ、急に崩れたぞ。なんとどうやらここにあるものすべて爆弾。 TNT 祭り。マイクラだったら最高。全然最高じゃないでしょう。まさかの犬も爆弾、そしてこの言葉も爆弾。地獄のような状況だね。どこがだよ。天国天国天国。日本語に巨大ボムが爆発するって言ってるよ。はい、わかりました。どでかい花火を打ち上げましょう。爆発させちゃダメなんだよ。そうかそうか、爆発させちゃったらコッパミジンコか。コッパミジンね。コッパミジンコでも意味合ってそうだけどね。プルルルルルってプリンが揺れてる。電話の鳴ってる音でしょうが。携帯に爆弾解除機能をつけた。なかなかやるじゃないか、頭スネオくん。だけどどうすりゃいいんだ、どうすりゃいいんだ、どうすりゃいいんだ。この動いてんのはなんだ。ああ戦い始めちゃった、間違っちゃった。解除しろって言うから合ってんじゃない。どうすりゃいいんだろうな。あ、爆弾解除ってあった、ラッキー。運よく解除できてるな。この調子でどんどんと行っちゃおう。なんかすごい速い動きだ。捕まえれないよ、あんなの。エテル犬から行ってみよう。また行動で解除すればいいのね。クマーよっしょー。順調順調大順調。なんかすごい速いんだよなあれ。この線は青が止まれだったよね。今止まる。ああやるかしちゃった。ああボロボロ、助けてよ。次のやつは止まって動く、止まって動くか、タイミング合わせて今。よっしゃ順調にいってるけど時間がないよ。急いで急いで。なんでこれ食らっちゃうんだろうな。さあ他の爆弾はどこにある。 あったぞ。これはどんな動き、真ん中通んないの。今通った、フェイントが入るのか今。ああ失敗しちゃったよ。今回のは難しいな。さあ次こそ絶対解除してやる今。よし行けたぞ。さあ時間がない、急げ急げ急げ。もう残りに行こう、時間がないよ。次のは盾か、狙いを定めて今。よし残り行こう。次は真ん中に行ってって言ってるよ。真ん中動き回ってるやつはどうしたらいいの。残り13秒、大丈夫かな。もうミスできないよ。集中して今。よかった、これで終わりだ。ギリギリ助かったね、ドジ。これが僕の実力。爆弾解除。さあ、こいつとの戦いかな。どうだろうね。でも2秒後に爆発って言ってるよ。だったら止めた意味ないじゃん。皆さん、さようなら。
あれ爆発しないよ。不発だったって。なんだか先生の人生みたいだね。誰の人生が不発だよ。どうやらスネ夫頭くんが救ってくれたみたいだね。それじゃあいよいよ対決か。あれ結局いなくなっちゃうのか。これで全クリめでたしめでたし。あいつが最後のボスではないでしょう。そんなのか。よし、先に進めるようになったぞ。エレベーターで大移動。上と来たぞ。なんかいる。誰だこの人は。ティールーム?スパイダースイーツ?なんじゃこりゃ。スパイドーナツ?スパイダードーナツって書いてるよ。スパイダードーナツ売り場ってことなのかな?買っちゃったっつってるな。欲しくないのに買っちゃったって、こいつやばいやつだな。じゃあ僕も欲しくないけど買っちゃおうかな。なんでだよ、どうしもやばいやつかよ。ズコーめちゃくちゃ高かった。こっちはズコーこっちも高かった。先を進んでいくか。なんだか仕掛けがいろいろとありましたが、先へと進んでいきました。思いっきりカットしてるね。あんな地味な場所よりもっと派手なところが見たいでしょう。ということは派手な場所に突撃かい。派手通り越してハゲだよ。ハゲだと困るんだけどな。なんか誰かが喋ってる。クモの巣があるからクモかもね。もしかしたらこの先にクモのスポナーがあるのかもしれない。マイクラじゃないんだから。マイクラの廃校じゃないんだから。なんかねるねるねるねみたいな場所をどんどんと突き進んでいく。あれ進めなくなっちゃったぞ。あ、クモが現れた。さっきスパイダー撃ってたやつか。もしやこいつと戦いということか。やってやろうじゃないか。ダイヤの装備でやってるやないかい。そんなのしてないでしょ、マイクラじゃないんだから。さあ戦いスタートだ。まずは行動で情報を集めようかな。10ゴールド払うってどういうこっちゃい。まずはもがいてみよう。相手はクスクス笑ってるよ。僕の方が大きい笑いだから笑い選手権優勝とか言ってる場合か。危ない危ない攻撃が。あ、大丈夫だった。何だったんだ今の攻撃は。ハートが赤から紫色になってるよ。なんで紫にしたんだろうな。意味がわからないな。なんだ右になんか出てきたぞ。もうどうしたらいいのかわからんな。とりあえずもう見逃しちゃおうか。まだ早いでしょう。行動した方が良かったんじゃないの。攻撃してきたし失敗だったかもしれない。だけどかわすのめちゃくちゃ簡単。こいつは余裕のよっちゃん89歳。もう一丁見逃す。なんでだよ、さっき失敗とか言ってたじゃないか。こんだけ簡単にかわせるんだったら失敗しても OK だ。いつかは食らうだろうからちゃんとやりなさいよ。あれだけど右側のやつが変わってる。もしかしたら見逃すでもよかったんじゃないの。そしてとどめでお金をあげてみよう。それでとどめになるのかな。ただ攻撃力が弱くなっただけで大失敗だよ。だけどかわすの簡単すぎ。これなら24時間かわし続けれるよ。絶対集中力切れるわ。あれ払う金額増えている。どん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 お金の量増えてくのかな。だったらお金払えなくなる。あーやらかしちゃった。あー見たことない攻撃、やばいやばい、やばくなってきたぞ。ちゃんと逃げる方法考えた方がいいんじゃないの。いろいろと試してみるしかないね。もがくでもなさそうだな。じゃあどうしたらいいんだろうな。もう思い切って倒しちゃおうかな。急に倒そうとするなよな。あーもうどうしたらいいんだよ。あーなんか見たことないやつで見た。どうしようどうしよう。おーおー、下から来た、下から来た、上からもう降ってくる。どうやってこうじゃいいんだよ。いっぱいダメージ食っちゃってるんですけどね。これはめちゃくちゃかわすの大変そうだね。大変どころかかわせない。人生終わり。もう一回もがいてみよう。ちょっと文字が変わったぞ。このままいけるかな。だけどもうかわせる気がしない。もうやられちゃうよ。仕方ないから回復アイテム使おうよ。仕方ないから回復するか。パピコいっちゃうかって全然回復しない。これじゃダメじゃん。まあさっきセーブしたしもう一回やり直そうかな。諦めるんじゃないよ、まだ頑張ろうよ。ずーっともがいてたらそのうちってことじゃないのかな。
ああ何も起きないって言ってる。最悪だ。もうカオスのめちゃくちゃ大変になってきた。最初舐めすぎてたな。ここら辺でそんな弱いやつ出てくるわけないもんね。じゃあ嫌だけどお金を払えってことなのかな。もう一回行ってみるか。攻撃が弱くなるだけだからな、意味ないんじゃないのか。危ないな危ないな。でも僕上手くなってる。てさーい、すぐに調子に乗るな。また痛い目見ろよ。痛い目じゃなくて当たり目見たい。当たり目はイカのおつまみ。頼むからかわしやすいやつお願いします。これなら、いやもうダメージ食らっちゃってる。ダメだこれよ。やられそうで、またこいつかよ。勘弁してくれ。上にいたらいいのか。上上がれ上がれ上がれ。顔しながらその大変。ぶつかりそう。やめてやめてやめ。ダメージ食らってる。もうどうしよ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 う。ボン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 。人生もう終わっちゃった。もう取り返しつきません。もう一応回復するか。なんで回復したらいいんだろう。とりあえずインスタント麺袋から出して水入れて火にかけてお湯が沸くまでしばし待つべし。よく相手待ってくれてるな。この間普通ならこう攻撃してくるよ。ラーメンを入れて、そしてラーメンが湯で上がるまであと4分待ってくれんの。こいつ待ってくれんの。どういうこっちゃい、どういうこっちゃい。もうわけわからん状況だね。こんなに待ってくれるなんてこいつめちゃくちゃいいやつ。あと1分ラーメンができた。あまり惜しくないんかーい。粉末スープ入れてなかったみたいだよ。入れても結局惜しくないんかーい。4しか回復しないんかーい。もう負け確定。かなり厳しい状況だね。さっきより早くなってない。こんなのもうかわせないよ。やばいやば、危ないな。もうあと一撃でやられちゃうのか。アイテム使いたいけどもうやられた方がマシだ。逃がす逃がす逃がす、そしてかわすかわすかわす。おーおーおお、やばいやばい、ダメージ食らってる。残り1、もう終わり。すいません、やっぱり回復します。バタースコッチ。おお、めちゃくちゃ回復した。めっちゃいいアイテム使っちゃったんじゃないの。もしかしたら後に取っといた方がいいアイテムだったのかもね。もったいないことしちゃったのか。やるかしちゃった。だけどこんなであんもうやけになりまくって60払っちゃう。一気にお金なくなっちゃってるよ。大丈夫か。攻撃弱くなるだけだし当然もったいないことをしました。何をやってんだよ、しっかりしてくれよ。だけどどうすりゃいいんだろうな。もう分かりませんな。分析でもしてみようかな。何か変わるかな。何にも変わってなさそうじゃない。ずっと先に進んでない感じがするよね。どうすりゃいいんじゃいこれよ。もう訳分かりません。最終奥義、データを消すしかないぞ。なんでそうなるんだよ。絶対消すなよ。もがいてももう意味ないもんね。もがききっちゃったんだね。こんなのどうやってかわすんだよ。全部食らっちゃってんじゃないのか。やばすぎだな。またこいつかよ。しかもやべえ、やられそう。頑張ってかわすんだ。上に行きながらかわすかわすかわす。無理だってだから。こんなのかわせないよ。でもおかしくなっちゃうよ。落ち着け落ち着け、どうしよう、落ち着け。もう無理だ。あれ、右のやつが変わったぞ。もしかしてこれで終わりかな。頼むから許してください。何でもするから許してください。なんなら倒してください。なんで倒してくださいになるんだよ。なんかめちゃくちゃ喋ってるけども結局どうなるんだ。読まないせいで何が何だか分かってないんだよね。なんかよくわからないけど逃がしてあげるって言ってる。よかった、これが僕の力だ。見たか。いやいや、ボコボコにやられてたじゃないか。動画を盛り上げただけなのである。こんなんでこの先進めるのかな。というわけでこの先も頑張るぞ。またお会いいたしましょう。さよなら。チャンネル登録よろしくお願いします。